しここに来ましてぐっとこの緊張感高まりましたね。やっぱりあのチャンピオンシップというのはね、やっぱりあの結果というのが大きいですから、そうですよね。そして両選手のこの試合に対する意気込みというのがこの画面を通じて、そしてリング上からも垣間見えますね。そうなんですよ、まあ、あとやっぱり結果が見えない、あのどちらが明らかに有利というのがやっぱりこの試合に関してはないですよね。そうですよね。さあ戦いを前にして静かな空気が一瞬流れます。さあ緊張のゴングが今打ち鳴らされました。さあ試合は動きが、さあどうでしょうか。両雄しっかりと動く感じ。時計と反対回りに両雄が動きます。コーナー入れ替えます。さあロックアップからリング中央期待をつける、力を伝える、魂で押し通す。もう岡林体を入れ替えるのは佐々木義人、しっかりと防御の姿勢を取ろうというところか岡林。さあ離れ際ですよですね、離れ際ですね。おお、来た、またいきなりすごい音来ましたね。さあ表情が一変、佐々木義人組んでいく。まあ、やっぱり左から攻めていきますね。いわゆる岡林選手の成長ラリアットというのは左から繰り出されると、はい、そのあたりでしょうか。新設されました世界ストロングヘビー級王座、この初代王座になりましたこの佐々木義人、いや初代王座をつかみましたのは佐々木義人。ドイツ WXW のビッグワンウォルター、強豪との対戦の中横浜文化体育館見事ベルトを獲得。特にあの通常の試合タッグマッチシングルマッチ問わずですけれども、特にあの勝負論というものにこのタイトルマッチになってきます。そうですね、安易にこの仕掛けることが難しい。岡林選手としてもですね、はい、やっぱりずっとやっぱりその関本選手とのタッグでの、あの評価でずっとここまで上がってきた部分がありますので、ね、はい、やっぱり岡林雄二というものを示すためにはやっぱりここで一本シングルのベルトというのは是が非でも巻きたいところですよね。取りたい時期ですよね、はい、特に機は熟したと、そして満を持してといったところがあります。タイトルが決まりましたのは前回の後楽園ホール大会の試合後でありました、まあ、本人からの自己主張もありました。自らがピンフォール勝ちを取ったということもあったでしょう。しかしやはりその関本と相並んでということではなく、このまあ最強タッグリーグ優勝してこの2012年第2号を引っ張るという宣言もありました。この岡林が有言実行と言わんばかりに、しかしこれすごいヘトロック、これヘトロックでギブアップとに行ってるくらいの、そうですね、この吉人選手のこの歪んだ表情を見ますとですね、このあまりのこの強烈さ、もう万力のような力ですよね、いやそれ波の人間だったらね、岡林選手がヘッドロックで締め上げたらもう失神ですよ、もう。そうですよね、ギブアップの前に。さあここはヘッドシーザーズで切り抜ける。戦いの中での風格非常についてまいりました岡林選手。この戦いシングルで相対峙してもですね、吉人選手にこの物怖じしないというか、そうですね、キャリア差は何年しちゃうちなんのかな。そうですね、全然そういう感じはないですよね。ですね。おお、正面衝突。それぞれがです。さあどうだ。おっと、さあ負けない。さあどうだ。おっと、ふらつく。ふらついたところに走り込む。しかしそれも倒れない。さあかわして。おー、体勢がやや流れましたがパワースラム。
吉人選手はちょっと体を一回り大きくしてますね、多分。そうですね、対峙しますと非常にあの前は少し体格差を感じたんですが、はい、今日見ますとですね、そういった体格差あまり感じられませんですね、ええ、まあやっぱり岡林選手の方が厚みとか、はい、あの一回り大きいのは分かるんですが、ええ、以前に比べるとなんか明らかに一回りちっちゃい感じがあったんですよ。そうですよね、まあ、それぞれが頂点を目指して、やはりそのデスマッチヘビー以外にもですね、このシングルのベルトが新設されたことでそれぞれの目標を立てやすくなりました。そうですね、まあ、岡林選手が名乗りを上げたというのももちろんタイトルというのがしっかりあったと、明確にあったからだと思いますが、まあ、すでに今回 7.15 札幌での関本戦というのがこの勝者に、挑戦するとなんですよね。それぞれですね、まあ、岡林選手はアジアタッグのパートナーとして、そしてあの吉人選手としてはですね、関本選手は永遠のこのライバルとして、やはりゼガヒでも、王者として迎え撃ち、そして投げ倒していきたいと、ね、いったところですよね。これで例えば吉人選手が今日岡林選手に勝って、はい、札幌でもう関本選手に防衛を果たすと、はい、もう、うん、本当にあの大日本の中ではほぼ制覇と言ってもいいかもしれません ね、 いいね。おっと逆水平カウントは1、もう逆にもうその視線の方向は、例えば海外であったりとか、はい、他団体っていう方に行くかもしれない。そうですね、ありますよね。まあ、今回、7月にはワールドトライアングル提携しておりますアメリカ CGW、そしてドイツは WXW から退去として外国人選手来日します。楽しみですね。特に WXW 側はですね、そのレスリング色の強い選手非常に来ます。前回残念ながら防衛ベルトが出しできなかったビッグバンウォルター選手はじめ、そういった選手、バッドボーンズ選手なんかも非常にいい選手ですのでね、そういった部分に視野が、またそして岡林選手に目を向ければまだまだ若いその石川選手にまだ勝ちがない部分もありますからね、はい、そういった方向にも目を向けていくのかと思いますが、しかしそれもそれも何かこう未来が見えるってまた素晴らしいじゃないですか ね。 そうですね、やっぱり今日の勝ち負けでいろんな状況がまた動いてくるわけ、ね、そうですよね。今だけではない、過去だけではない、そして未来を紡いでいくこの男たちの戦い、もう本当にやはり何ですかね、今日がなければ明日がないという戦いではなくて、こう明日のために今日生きるというかね、素晴らしい戦いでもありますが、とはいえ我々がこういうのがこの2人にとっては今日勝たなければ意味がないですからね。いや、そうなんですよ、さあロープエスケープ、今回、はい、岡林選手はかなりじっくりいってますね。ですね、表情、それから発汗量から見てもですね、焦りはどちらかというと吉人選手の方にあるのかなと。逆水平じっくりいってますよね。ただ吉人選手も大きなキャリアを持っています、はい、そういった中で試合を受けている見ているという感もありますよね。そうですね、で実際やっぱり一騎当選の決勝戦の関本戦にしても、王座決定戦のビッグバンウォルター戦にしても、はい、やっぱり明らかに攻撃力では勝る相手の攻撃を受け切って、はい、まあ、試合を制しているわけですから。なるほど、この辺りで王者吉人の何かスタイルが見えてくるかもしれませんね、はい、一騎当選の決勝では今セコンドサイド、赤コーナーのセコンドサイドで岡林をしっかりと見つめるこの関本大輔、そして 5.5 横浜文化体育館ではドイツからの刺客、世界王者でもありましたビッグバンウォルターとの対戦、確かに大きな攻撃、大きなこのアクションを受けながらも返して返してという中で王座を使いました。そして勝利をつかみました。エプロンサイドの攻防、ただまあ岡林選手もね、そのあたりはエプロンサイドでこれパワードでしょうか、パイルドライバーでしょうか。さすがにこれはおっとっと、いやいや、アルゼンチンで担いだんですね。いやいやいや、これはハリケーン、背骨をたまらず痛打、これは岡林選手も読んでなかったと思いますね。ですね、切り返される、逃げられるといった部分はあるかもしれませんが、まあ、ショルダースルーのような形で、ね、切り返されるというのは、はい、もしかしたら思考の中に入ってたかもしれませんが、カバーに入る、カウントは2。さあようやく自分のターンに来た感じですからね、吉井選手はここでまとめてちょっとダメージ与えたいですよね。なるほど、さあ後楽園ホールで初めて行われます世界ストロング級選手権試合、さあ腰のあたりのダメージ、しかし岡林選手の目自体は当然死んでませんよね。もうそれはやっぱり彼も、ね、アジアタッグも含めて、ね、厳しい戦いをもうずっと続けてきてますから、そうですよね、それはもう
多少せ、ね、こう劣勢になったぐらいで、ねはい、折れるようなそういう甘い選手じゃないですよ。そうですよね。大日本プロレスでは一騎当選、そして全日本プロレスではいわゆるチャンピオンカーニバル、はい、完走いたしております岡林、まあ、それぞれ3位というね決勝トーナメントあと一歩というところがありましたが、シングルプレーヤーとしても結果そして評価も上げていっておりますこの岡林雄二。それぞれがやはりこの試合に勝利することでそれぞれのシングルプレーヤーとしての評価を絶対にする足がかりになりますよね。そうなんですよ、もう10分ですか。ですね、激しく濃密な、来るんだそれが。うわ、本来だとあそこまで攻め込まれててああいう感じのパワースラムって打てないと思うんですよね。なるほど。これは相手ギブアップ迫るというのもありますがちょっと自分のダメージも回復を図っているような気がしますね。なるほどね。相手に徐々にダメージを与えながら自らこのインターバルを取っていこうというところですね。吉下選手も腕立てのような感じで、そうですね、この岡林選手の怪力そして巨体を持ち上げようというところ。うわ、来た。さあ、ちょっと顔つきが、そうですね、変わってきましたね。戦う男の表情に岡林雄二がなってまいりました。さあ、アルゼンチン合戦は、さあ、まずは岡林、根を張るかのようなリングに根を張るかのようなこの佐々木義人の両足を一気に担いでいった。いや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 、スリーパーに取る。しかし髪の毛をムンと掴んだのは岡林だ。この表情いった。アシュラ像のようなこの岡林の表情。さあ一本ずるか、ブレンバスター。さあこれコーナーということは、あーちょっと早かったな。やっぱり仕掛けが早かったか岡林。しかしそれに見合うだけの十分なダメージを与えてるとは思うんですがね、はい、そこはタイトルを守りたい吉人の意地か。さあ吉人選手はここで何を狙っていく。でも岡林としては場外に投げかねませんね。自らが上にいる位置で下のものを引き上げる方がやはり逆の方が強いですかね。あっとアルゼンチン。さあさらに、うわ完全に決まった。さあ勝負出ましたよ。おお一発倒していったか。おお、ああでもちょっとダメージ深いですね。でかい、もう一発からとやばいですよ。かいくぐってバックを取ってのジャーマン。なんか二段式のジャーマンになりましたね。バックを取り返したジャーマン。ないでいろ、当たった。戦いの二重橋、最後はレフトハンド。これはやむを得ない、これはやむを得ない。しかし立ち上がるのはどちらが早いか。最後にレフトハンドのラリアットを奪ったこの岡林雄二か。いや、ドイツ式ジャーマンスープレックス騒動を見舞ったこの佐々木義人か。走り込む、読んでいた。いや違う、落とした。
おたけび一戦締めるか締めるか、おいやすごい、さあパワーボム、さあ覚醒した、おー崩れた崩れた崩れた、おーレフリーよく見た、レフリーよく見た、勢いが微妙にやっぱり死んでましたね、叩きつけたんだけど、しかしここまで岡林が追い込まれた、いや追い込んだ、さあゴーレムスプラッシュ、これ決まれば来るか、ゴーレム、さあ超巨大な二軒が空から崩落、ゴーレムガード、あー分かんねえこりゃ、うわ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 、どうでしょうか、攻めては岡林、攻めては岡林、迎撃されてもそれでも立ち上がる、張った張った、先に張ったのは岡林だ、左右左右、何往復するんでありましょうか、それでも立たせる、うわーいっぱい、いっぱい、よし人が詰めた、おー会場からは重点音、すごい始めた重点音、さあうねる後楽園、さあでもこれエルボーは吉井選手もちょっと今打ち勝ってますね、打ち勝ってますか、あ打ち勝った、前回流血に追われたヘッドバット、吉井選手下に切れた、下に切れた、うわすげえ、怒った怒った、覚醒した、なんだ野生の証明、さあどうする、すんげえ流血、さあ上げてハリケーン、さあ来た、おー魂のピンホール勝ちを魂で買う、うわー掴み取るか、よし人いった、見せたよし人、大流血の上掴んだ勝利、すごいすごいすごい、いやちょっと僕ショック、すげえ受けたな、誤解しないでください、血を流せばすごいってもんじゃないんです、はい、ただあそこの最後の連打連打連打ね、いや僕正直ね、あの張り手合戦で張り手で押された時にもう今日はダメだろうと、ありましたよね、いやでも本当にね、あのプロレスの気持ちでやるもんだっていう、よく僕なんかも言いますけど、彼のここのところの勝利はまさに今日もそうですよ、そうですよね、はい、いや大日本マットの中で一騎当選の関本大輔から、そしてビッグバンウォルター岡林修司とシングルの強豪を軒並み倒していきました、よしひとコール、よしひとコール、魂の戦い、心のチャンピオンシップ、素晴らしいから王座戦、いやもう一度もう一度と指を出したら佐々木よしひとの方、いや何度だって見たいですよこれだったら、いや素晴らしい、なんて素晴らしいんでしょう、勝者あるこのタイトルマッチ、しかし敗者なき体操タイトルマッチ、素晴らしいから岡林、素晴らしいから吉井、そして素晴らしいからストロング BJ、 さあこれで札幌は関本吉井、吉井対関本の、まあ、再戦ですよ。